ゴルゴンゾーラ伯爵。俺の名前は山根聡太。もう朝か。会社員をしている。だり、本当に仕事面倒だな。そんな俺のストレス解消法はズバリ、買い物。どっちがいいかな。どっちも買っちまえ。これいいね。よし、買った。これであれやこれや。その結果がこれだ。こんなの片付けらんねえよ。めんどくさ。ああ、マジめんどくさいわ。めんどくさい。めんどくさい。めんどくさいんだよ。何もかもいい加減にさ。もう寝よう。マジ鬱陶しいわ、いろいろさ。そう叫んだところで日々は変わらない。そして変化のない日常が続くんだ。はあ、今日も仕事か。でも変化は向こうからやってきた。何何？片付けられない人の。いけね、遅刻しまう。仕事に出て帰ってきても解決なんてするわけねえよな。ははっ！でもさ、買っちゃったんだよな、これ。今日から俺は。俺が夢中になって読んでいる本は、ミニマリストについて書かれている本だった。俺がいかにだらしなく生きてきたか、この本から学んだ。そしてどう行動するべきかも。決めたぜ、俺は。俺はまず本に書かれていたことを実行した。まずいるものといらないものに分けると、断捨離ってやつだ。これでよし。使わない家電製品も廃品回収に出した。お願いします。すっきりしたけど、すべて順調ってわけにはいかねえよな。でも、本に書いてある通り、物がなくなることで、楽ちん楽ちん。掃除は楽になった。ついでに、いつもはしないところも、掃除すっか。いいよな、ミニマリストって。本当に快適だよ。なんで今まで気づかなかったんだろうな。ミニマリストになる前はよく買い物をしたけど、今はほとんど買い物をしなくなった。買って余分なものは邪魔になって捨てるだけだしな。おかげで無駄遣いをしなくなったので。うおー！無駄遣いしないとお金って増えるよな。無駄遣いをやめて生活にゆとりができた分、今まで余裕がなくて断っていた会社の人との遊びに参加できたり、友人や他のミニマリストとの交流に使うことができた。ミニマリスト最高！イエー！ただ交流することで、自分がミニマリストとしてはまだまだ序の口、初心者なのだと知った。よし！こうなったら、ミニマリスト王に俺はなる！俺は身の回りのものを最低限、いやどうせなら極限を目指した。もう会社に着ていく服しかいらねえわ。外で食うかコンビニでしか買わねえし、服はコインランドリーで十分だろ。あと買い置きもやめるか。こうして俺の新しい生活は始まった。きっかけは社内で女子社員から白い目で見られることだった。コインランドリーで服を洗濯することを忘れたのだ。やべえぞこれ。それに匂いも。でも替えの服もね。今度はボディシャンプーが切れた。なくなれば買いに行けばいいとは本に書いてあったけど、都度買いに行くのは正直めんどくさい。物を片付けない連れにイライラする。連れだけじゃない。他のやつの机の上が気になって仕方がない。羨ましいな、片付いててなんていう同僚に。だったらお前もチッター片付けろなんて言えるわけねえよな。ふふ、何やってんだ俺。最小限を徹底したため全く何もない部屋。牢屋かよ。いや、牢屋の方がまだマシかもな。いろいろ辛くて会社を休んだ。もうどうでもいい。不意に着信が鳴った。おかん？うん、大丈夫だって。いやいや、わかってるよ。泣いてなんかいねえよ。嘘だ。俺はおかんと話しながら、いろんなことを思い出してちょっと泣いていた。おかんはケチってやつで、余分なものは買わないけど、使わないものでも大事にとっていた。俺はそんなしみったれたおかんが嫌いだった。思えば俺が買い物をしてたのも、実家の生活での不満とか、ストレスの反動だったのかもしれない。でも今思えば、おかんこそミニマリストだったのかもしれない。当時はそんな言葉なんてなかったけど。俺はミニマリストであることはやめないけど、必要最低限についての考えを変えた。家電製品も買い直して散財する羽目になったけど、いいさ。もう二度とあんな思いはごめんだ。おかげで他人のものが散らばっていても、あまりストレスを感じることはなくなった。連れの部屋も同じだ。連れの家に遊びに行くために俺は外に出た。雪に気がついて、ふっと遠くに目が行って家々の明かりが見えた。明かりの数だけ、いやそれ以上、それだけ人の考え方や生き方があるか。
なんてかっこいいことをつぶやきながら冬用コートを買い忘れた俺はダッシュで連れの家を目指した。だって寒すぎだろこれ。いやいやマジで。ご視聴ありがとうございました。ゴルゴンゾーラ伯爵漫画動画更新。